だし巻き卵だし巻き卵は溶き卵にだしを混ぜて焼き固める料理である。単にだし巻きとも呼ばれる。卵焼きの一種であるが、出汁をたっぷりと含むものについて特にこの名称が使用される。一般的には関西風の味付けで柔らかく焼き上げられたものがイメージされることが多い。関西地方ではだし巻き卵をメインのおかずにしただし巻き卵定食が 食堂のメニューとして採用されていることもある。卵焼き器系卵を割って焼くとき、だし汁を加えて油をひいた調理器具を使って少しずつ巻き上げながら焼く。きめ細かく仕上げるために溶いた卵を網などでこしたり、生地に水溶きした浮き粉や片栗粉を混ぜることもある。焼く際には、卵焼き鍋、卵焼き器と呼ばれる、同性の四角い鍋が使用されるが、だし巻き卵には、 関東式の正方形の鍋よりも縦に長い関西式の鍋の方が適している。鍋の奥から手前に巻く巻き方が一般的ではあるが、京都など一部の地域では手前から奥に向かって巻いていく。焼き上がり後には巻きすで形を整え冷まして完成となる。熟練した料理人の作る出汁を多く含む出汁巻き卵は極めて柔らかく持ち上げると出汁が滴り落ちる。 専門店で製造を販売されるほか、真空パックの大量生産品がスーパーマーケットなどでも取り扱われており、業務用の商品も流通している。ありがとうございます。